ああ、また友達に先を越されちゃった。あの子は地味でモテないから絶対に結婚できないと思ってたのに。私はユキホ、28歳だけどまだまだ20歳のギャルで通ると思ってる。今日は同級生の結婚式に来たけど、ぶっちゃけどうでもいいな。ユキホ、本当にいい式だったね。私泣けてきちゃったよ。そうだね。ああ、こんなブスの結婚式にご祝儀3万円も出して、そのことの方が泣けるっつうの。おい、マイカ、迎えに来たよ。あ、ヒロハルくん。あ、ユキホさん、こんにちは。いつもマイカがお世話になってます。 いえ、こちらこそ。じゃあ、私たちはこれで。ユキホ、また今度遊ぼうね。うん、またね。何よ何よ何よ、マイカってはあんなイケメンの旦那さんを迎えに来させるなんて嫌味。確かにマイカは学生時代から頭も良くて一流企業に就職したけどさ、私なんてこんなボロアパートに住んで、おまけに好きでもない仕事を頑張ってるっていうのに。世の中って本当に不公平だと思う。私だってさっさと結婚して旦那に養ってもらって楽したい。あ、もしもし、私だけど、早急に合コンをセッティングしてくれない？え？営業マンなんてダメダメ。東京六大学卒で公務員、年収は800万以上じゃないと。で、もしもし？あ、もう飲まなきゃやってらんないっつうの。世の中の男ども以上はここにいるぞ。そこで私は手当たり次第にマッチングアプリに登録することにしたのだけど。ということで、僕がおすすめする化粧品を5万円で買って、それをユキホさんがお友達に7万円で売れば2万円の利益になって。あの、それっていわゆるマルチなんじゃ。いえいえ、これは人生を明るくするための方法で、うんたらかんたら。別な男性と会えば。俺、会社を2つ経営してて上場もできそうなんだよね。へえ、すごい。やった、これ大金持ちの当たりなんじゃない。ただね、今もう一つ事業を起こそうと思っててさ、その資金を募ってるんだ。ん？そこでユキホちゃんに力を借りたいんだ。50万円出資してくれればいずれは1000万円になるよ。どう？いい話だと思うんだけど。ああ、お断りします。なんだよ、ただの詐欺野郎じゃねえか。合コンもダメ、マッチングアプリもダメ。私はもう背水の陣だった。はあ、やっぱりそう簡単にいい男なんて捕まらないな。私としては今すぐにでも結婚したいくらいなのに。あ、すみません。あれ、ユキホさん？ヒロハルさん、どうしてここに？繁華街でたまたま出会った私たちは話の流れで少しお茶することになった。へえ、これからマイカと食事なんですか？ああ、マイカの仕事が長引いちゃってね。一杯だけコーヒーでも飲もうかと思ってたんだ。ふぅ、マイカはいいな、こんなに素敵な旦那さんがいて。そんなことないよ、僕らだって喧嘩することもあるし、もっとしっかりしろってマイカに怒られることもあるし。え、そうなんですか？私なら絶対そんなことしないのにな。ユキホさん、私がヒロハルさんの奥さんだったらいつでもあなたを温かく迎え入れてあげられるのに。そして私たちはマイカに内緒で一線を越えた。さらに棚からぼたもちな展開も起きてしまう。3ヶ月後、私は原因不明の体調不良に襲われた。微熱と吐き気が続くな。まさかとは思うけど、一応検査するか。思った通り、私は妊娠していた。父親はもちろん、ヒロハルさんで間違いない。よっしゃ、これを出しにして、ヒロハルさんに迫ろう。ヒロハルさん、私どうしたら？わかった。僕、
マイカと別れて君と再婚するよ。しめしめ。嬉しい、ヒロハルさん。僕たちは何があっても一緒だよ。うん、私どんなことがあってもあなたと離れない。ということで、私たちはどんどん拍子に結婚することになった。マイカにはこれから教えるけど、ごねられたとしても知ったこっちゃない。私ね、ヒロハルさんとの間に子供ができたの。ということで、マイカは今すぐ別れて。拒否権はないから。はい、これ母子手帳。え、どういうこと？私を裏切ってたのね。裏切ってたなんて人聞きが悪いな。ヒロハルさんはマイカの冷たいところが嫌だったんだって。これからは私と温かい家庭を築きたいんだってさ。そんな。マイカとヒロハルさんはマイホームの話も出ていたらしく、かなりショックを受けていた。でも2人は子なしで、こっちには赤ちゃんがいるんだもん。諦めてもらう以外に選択肢はないんだから。私とヒロハルさんはまだ入籍していなかったけど、妊娠したこともあって職場には退職届を出した。彼氏と結婚するので来月には辞めます。今までお世話になりました。一流企業に勤めているマイカの旦那さんだもん。ヒロハルさんだってきっと稼いでるから楽させてくれるはずだ。マイカとヒロハルさんの離婚はあっさりと成立した。するとマイカは私の体を気遣ってくれるようになった。ユキホ、具合は大丈夫なの？これ食べて栄養つけてね。わあ、マイカありがとう。なんだかんだ言ってもやっぱり私とヒロハルさんの方がお似合いだって思ってるのかな。私はこれからの結婚生活を思うと、もうワクワクして仕方がなかった。ヒロハルさんは離婚してすぐの再婚だから、結婚式は赤ちゃんが生まれて落ち着くまでできない。その代わり、結婚指輪や旅行は奮発してもらおうと思ったのだ。ねえヒロハルさん、私結婚指輪はこれがいいな。大きなダイヤモンドがついていて150万円。そのことなんだけどさ。実は僕、自己破産したばかりだから20万円以上の価値のある財産は所有できないんだ。だから結婚指輪もフリマサイトで3000円以内のものにしてくれないかな。は？突然のカミングアウトに私は理解が追いつかなかった。ちょっと待って、自己破産してるってどういうこと？だってこの前、国産の高級車でマイカを迎えに来てなかった？それにマイホームだって。あれはマイカの車なんだ。それにマイホームもマイカ名義で建てる予定だったから、僕には無理だよ。それからヒロハルさんは次々とんでもない話をぶちまけてきた。自己破産してるとスマホ本体の分割払いもローン扱いになって支払えないんだ。今まではマイカが払ってくれていたから、これからはユキホが支払ってくれない？は？なんで私が？さらにヒロハルさんは大量の私物を持って私のアパートに押しかけてきた。いやー、マイカと住んでいたマンションも彼女名義だったんだ。でも住めば都だし、僕はこのアパートでも全然文句ないよ。こうして私の6畳一間のボロアパートは足の踏み場もなくなった。ちょっと、私に仕事を辞めるなんてどういうこと？もう辞表出しちゃったわよ。だって俺の仕事不安定だし、今は夫婦共働きも当たり前だろ。話が違うと思った私はマイカのマンションに突撃した。どういうことなの？話が違うじゃない。よくも騙したわね。一体何を怒っているわけ？人の家庭をぶち壊しておいてお門違いなことを言わないでくれる？だってヒロハルさんが自己破産してるって知っていたら私だって浮気しなかったのに。あのね、自分の旦那の恥ずかしい話をペラペラ他人に話すわけないでしょ。それを勝手に素晴らしい男だって勘違いして寝取っておいて、逆ギレなんてどういう神経してるの？私は実の親を頼って金銭的な援助を求めたけど、親友の旦那を奪ったとして感動を言い渡されてしまった。他の友人知人にもドン引きされて取り付く島がなかった。私は生活のため大きなお腹を抱えて仕事を続けることになった。周囲の社員には面白おかしく噂され、いい恥さらしだった。辞表を提出して大変申し訳ないのですが、家庭の事情により復職させてください。そんな中で私はヒロハルさんとの子供を出産した。
でも国から出る出産一時金なども広春さんが勝手に使い果たしてしまい、私が退院する頃には無一文になっていた。結果、生まれたばかりの赤ちゃんは養子縁組をして子供のいない夫婦に引き取られることになった。本当に可愛い。この子は大切に育てます。いい子を産んでくれてありがとうございます。いやー、お金持ちの夫婦に引き取られて、これであの子も一生幸せだな、ユキホ。そうだね。数年後、ブラックリストから外れたヒロハルさんは好き放題に振る舞うようになった。ちょっと、このサラ金の最速上は何？もうローン組めるようになったから車とかいろいろ買いたくて。ユキホ、代わりに払っておいてよ。さらにヒロハルさんは勝手に知人の連帯保証人にまでなってしまった。今日が返済日なんですけどね、どうなってるんですか？え？何の返済ですか？はあ、連帯保証人だよ。でも大丈夫、知り合いは絶対に返すって言ってるから。当然ながら知人は逃げてしまい、私たちは一気に2000万円もの借金を抱えることになった。しかも結婚してから分かったのだが、ひろはるくんはとんでもない浪費家だった。なあゆきほ、この車欲しいよ。ゆきほの名義で買って。自分でローンも組めないくせに車なんて欲しがらないでよ。なんでマイカもユキホもすぐにダメって言うんだよ。どうやらマイカはヒロハル君にきついお灸を据えて日常生活をリードしていたらしい。あらかじめこれを知っていたら浮気なんて絶対しなかったのに。離婚後、マイカはどんどん仕事を頑張って、今では再婚した旦那さんと共同経営の会社が大成功をしたとかでテレビで紹介されていた。私がここまで頑張れたのも離婚がきっかけでした。何としても見返してやろうとの思いでここまで来れたんです。ちょっと、じゃあそのお金少しこっちに渡しなさいよ。ユキホってば、またテレビに向かって怒ってるのかよ。私は今日もこのボロいセコイソーと職場の往復だけの生活を送る。自己破産男だって分かっていれば寝取ったりしなかったのに。私は今日も自分の過ちを後悔しながら、浪費する夫のためにお金を稼がなければならない。